お待たせいたしました。ただいま敦賀駅時刻通り発車いたしました。次の京都には12時15分、新大阪12時47分、終点大阪12時52分に着きます。ただいまから北陸線の初原ループ線についてご説明いたします。これから列車は急な坂道を登ってまいります。ただいま発車しました敦賀駅と次の駅の新引田駅との高低差は88メートルあります。線路が直線ですと急勾配になり、列車は前に進めなくなります。鉄道では列車が急な坂を登る方法として、進む方向を前後に変えるスイッチバック式と、円を描くように少しずつ登っていくループ式などがあります。この初原ループ線もその中の一つです。まもなく右側前方に見えてまいります。山の山腹を列車はこれから時計の針の方向に右へと一周して登っていきます。ただいま右側に見えております敦賀の街並みが、山腹を一周することで今度は再び反対側、左側車窓に見えてまいります。ただいまちょうど右側正面に見えております山の山腹を時計の針の方向に右へと登っていきます。右側下の方に北陸線の下り線が見えております。その上を乗り越えて再びトンネルに入ります。ただいま右へと時計の針の方向へ回りながら登っております。およそ2キロ進む間に28メートル登っています。このトンネルを出ますとすぐに左側をご覧ください。先ほど止まりました敦賀の街並みが見えてまいります。左側に先ほど止まりました敦賀の街並みが見えております。このトンネルを出ますと左側に一周ではございますが、先ほどこの列車が通りました線路が見えます。左側に先ほどこの列車が通りました線路が見えております。お分かりいただけますでしょうか。ちょうどこの付近で山腹を一周したことになるのですが、
このようなループ線が全国で6カ所あります。ただいまご案内いたしました初原ループ線はこの携帯が分かりやすいと言われております。しばらくしますと敦賀の次の駅新木々田駅を通過します。まもなく新木々田駅を通過します。ただいま新木々田駅を通過しています。敦賀駅を発車しまして10分ほどで88メートル登ってきたことになります。これで初原ループ線のご説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。